姉妹動画なんてめったにないんだから、コラボ動画みたいなもんよ。あ、そっか。そう。なるほどね。よろしくお願いします。私妹のマタニティフォトに同行させていただいてます。ということで、あのおなじみのカメラマンは陽介くんにご依頼しまして、もう頑張ってもらってます。ワンセット撮ってもらったんです。ワンセット、そうです ね、そう、衣装チェンジをね、こういう感じのねこれ参考画像なんですけど、ちょっとこんな感じの海外セレブリティな雰囲気のマタニティフォトをちょっとそう撮ってみたいなっていうことで、先ほど撮りまして、で休憩を挟んで、白シャツにデニムみたいなちょっと爽やか系の写真も撮ろうかなっていうところの、今休憩タイムに私は動画のオープニングを撮っているって感じです。なんだろうな、うちの妹、まあ、このペラペラ喋っていいのか分かんないけどもうすでにお子さんが3人いまして、私の甥っ子ちゃんたちが3人いるんですよ。で、あのまたこの2月にですね、新たに4人目が誕生するということで、でそれまでにマタニティフォトをちゃんとやってこなかったみたいなんですね。で自分であの自撮りしたりとかはあったみたいなんだけど、ちゃんとカメラマンにお願いするってことなかったみたいなので、今回ね、まあ、私陽介くんと一緒にね撮影とかさせてもらっている中で、じゃあせっかくだったらお願いしたいなって私からねお声掛けさせてもらって、今回こういうお話になりました。まあこういうこともね、私の中ではプランナーのお仕事の一つかなとも思ってまして、でこういうなんかプランニングだったり同行してお手伝いさせてもらうっていうのも、まあこれからね、もしもやれたらいいなと思ってるので、そんな勉強も兼ねて今日はお邪魔している感じです。では今妹が美味しいコーヒーを入れてくれてるそうなので、そんなこんなでちょっとこの様子をお送りしたいと思いますので、お楽しみに。ここだな、水だ、ね、ここから入ったらいいかな。あ、うわ、あ、重いか、持つの。あ、重いよね重いよね頑張って、そう、あ、はい、シャッター押して、ね、そう、取れた取れたやったね。これを、完成図って何？これを貼ったらどうなるの？これね、反転するとここに貼るとこのままここに置けるの。これにペリってするの？ちょっと待って、やり方がここにありまして、貼り付けるシールの不要な部分。え、皆さん知ってます？これ
マタニティフォトシールだって私初めて見たんだけど。そう、そりゃそうだよね、私そんな機会ないよね。まず貼り付けるシールの余白をカットしてください。え、じゃあカットしていいの？カットするんだって、余白を。私も余白をカットするみたいなのでちょっとやってみます。できたできた。え、私上手じゃない？上手上手だよね。撮ってくれたの？できた。本当にカメラマンみたいじゃん。なるほどね、これをこっち側に貼り付けて。そうそうそう、反転してるからね。見てこれ、こんな風に貼れるんだね、さっきのシール。すごい。ママはどれ？どうしたこれ？うん、そうね、長押しした。では朝礼を始める。献身なのみたいな。ありがとうございます。逆まさかのまさかのどうして私が間違えちゃった。できたのに、できたのに。かわいそう。まあいっか、逆子だったもんね、しばらく。すごいすごい。34 weeks 3 days デート。もういろいろ間違えてる。しようと思ったら結局雑談で終わってしまったので、アフレコで失礼します。私の妹のマタニティフォトの、撮影風景いかがだったでしょうか。もしね、なんかそういう撮影してみたいなっていう方がいらっしゃったら、ぜひ私までお声掛けしてくださったら何とかしたいと思います。
では今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。